3月18日、姫銀ホールで平成27年度松山大学大学院学域授与式と松山大学卒業証書授与式が行われました。この日、各学部の卒業生、大学院生ら合わせて1196人が学び屋を巣立っていきました。式では大学院修了生3人と各学科の代表者6人に卒業証書と学域が授与されました。また学業・課外活動成績優秀者27人も表彰されました。式辞では村上博之学長が、うまくいかないことも多いかもしれませんが、それにくじけることなく反省と改善を繰り返す労を厭わず立ち向かってくださいと激励しました。学生を代表して法学部法学科の千飛鳥さんが答辞で、常に言動を顧み努力を怠らず、何事にも果敢に挑戦していきたいと抱負を語りました。周りの人から信用されるような人間に成長していきたいなって思ってます。今までお世話になった両親やその他の方々に恩返しできるような人間になれるよう頑張りたいと思います。社会人になったら、毎朝しっかりちゃんと起きて、一日頑張っていきたいと思います。やっぱり社会人1年目なんで頑張っていきたいと思います。これから先社会人になっていくにつれていろいろ責任が増えてくると思いますが、まあ、松山大学の、学んだことを生かして頑張りたいと思います。一人前の社会人になろうと思います。今まで学生生活だったのに仕事をしていくってもう大人にもうなっていくんだなっていうので、ちょっと自覚をしていこうと。接客業なんでちょっとお客様に好印象を持たれるような従業員になれたらいいなって思います。私も誰かを笑顔にできるようなそんな人になりたいなと思います。友達と出会ったことが一番の財産です。両親に恩返ししたいね。社会人1年目で不安もあるんですけど、いい人間関係が築けるように頑張りたいと思います。これからは社会人になるので、学生の時みたいに楽しいことばかりじゃないと思うんですけど、これまでの経験も生かしながら、まあ、諦めずにいろんなことに前向きに取り組んでいきたいと思います。これから社会人として新たな一歩を踏み出す卒業生たちの今後の成長が期待されます。